大分に行ったって話をね、昨日大分に行きましたよ、いただきましたけど、その前日に僕和歌山行ってたんですよ。和歌山行ってましたね。トンツカタンでの営業でね、和歌山行かせてもらったんですけども、和歌山へは関西空港、関空から車で40分ぐらいのところの和歌山市民会館という、関空から40分で着くんだ和歌山って。そうなんですよ。2000人ぐらいのキャパの会場なんですけども、もう10時半開演なんですよ、若い早すぎるな。そうだからもう6時集合なんですよ、飛行機。そう、ね、お客さんからしてもだいぶ早いですね、空港ね。そうで、まあ7時過ぎぐらい出発したのかな、はい、飛行機。はい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 。僕前日、それこそね、フワちゃんの会の1日目、はいで言ってたじゃないですか、僕4時起きなんで明日、早く帰らせてくれっていうので、帰れずに結局もう寝ずに行ったんですよ、はい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 、空港まで。そうだね。そうで飛行機で寝ようと思って、で案の定飛行機の中でもう座った瞬間ぐらいからもう寝ちゃって。はい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 。そりゃそうだろうな。座った瞬間寝て、でパッて目覚めたらもう着きました、もう着陸してたってなって、まあ着いた着いたと思って、まあ一番いい過ごし方できたなと思って、あるあるね。で、荷物準備して、で席立って出るの待ってたら、アナウンスで本日は大変申し訳ございませんでした。どうしたの？うん？と思って、なんだなんだと思って聞いてたら、関西空港に着陸予定でしたが、伊丹空港への着陸となってしまったことを大変お詫び申し上げます、申し訳ございませんでした、その帰りの飛行機出たところで、皆様2000円をお配りいたしますので、そちらをお使いください。なるほど。何が起きたの？何も知らないの。おそらくなんかアナウンスあったんだろうけど何も知らない。どうなってんのこれってなって。別に周りに芸人いなかったんですよ。あ、そうなんだ。なんか多分もう結構埋まってたんで、もうみんな個々で。ああ、同じ便ではあるけど。そうそうそう、同じ便でね。で出て、でとりあえず芸人と合流しなきゃと合流して、でたまたま加賀屋の加賀が目の前にいて、加賀が「いや大変ですね、大変でしたね」みたいな話してて「加賀すまん、ちょっと一から教えてくれないか」。全部寝てたから何が起きたか全く分かんないんだよって「えそうなんすか?」って言われて、加賀がね、一から説明しますと、関空に突如20台のドローンがうわーって現れた。でなんだなんだってざわついて関空が。で関空サイドのドローン、迎撃ドローンみたいなのが20台うわーって来て。その迎撃しに行ったの。ある20代そんな戦闘がっていくのね。でそしたらすごい、この謎のドローンを操ってるやつが1枚上手で、この迎撃ドローンを全部ハッキングして、結局こっちのものになっちゃったの。あ、じゃあ40代のドローンになっちゃったと。40代のドローンで今まだそいつが見つかってない。どこで操ってるのか分かんない。何そいつすごっ。ジョジョみたいな展開。そうだね。能力者がどこにいるか。ドラマとか映画の展開じゃん。うわーってなってて、今関空が大パニックになってもう閉鎖するしかないってなって、そいつがどういうことするか分かんないから伊丹空港に行ったんです。なるほどね。やばーと思って。やばいな、相当な事件ですね。いかつい事件起きてる。いかついな。俺それ知らんかったわ。マジ？結構ニュースになってるで、ニュースになってるはずだろうと思ってパッてツイッター見たら、もうトレンド1位関西空港。あ、そうなんだ。うわマジじゃんと思って。知らねえ。いかつ。でもなんかその分かんないけど、そのバトル漫画的な、それこそジョジョみたいな展開する。男の子は正直ちょっとなんか何が起きるんですかっていう。何すんのそいつ。僕もゼロからだったから、ドローンを飛行場に入れて何がしたいんだで、その関西空港だったから、もう早く詳細知りたいパッてニュース見たんですよ。でニュース読んだったら、何時何分に関西空港に不審なドローンがいるような気がするという通報がありました。目撃情報がありました。念のため空港を閉鎖いたしました。全部加賀が持った話だった。ふざけんなよなんだよ、俺マジで信じちゃった今。いや僕もマジでそれかっこいいと思っちゃった。さすが加賀やじゃん。さすがだな。そのドローンが入ったっていう情報だけでどうしたらこうワクワクさせれるかっていう、その瞬間にいやー、加賀谷の凄さが身にしみる。何なんだよよりも天才だわ。加賀谷すげえ。うん。おい、加賀谷じゃないの。加賀だよね。そう。わーいじゃなくてね。加賀くん。そうそう。すごいねーっていう。その結局ね、封鎖してもその要はさ、1台でもドローンがあるかもしれないっていう状況はもう飛べない。ああ、なるほどね。危ないからね。もう当たってもね、もしなんか大丈夫なのつながったらダメだから閉鎖して、結局1時間ぐらいで何もないってなって、なるほどね、ありませんってなって再開したらしいんだけど、そうなんか見たかもしれませんみたいなのが来たってことか。そう、なんか怪しい飛行物体ありましたよ。じゃあ誰も悪くないというか、まあ見間違いなのかもしれないし、まあ一応ね言ってくれたので、本当にあったらね、可能性もありますから。あ、そうなんだ。すげえ。すごくない？確かにそんなね時期なんだ。そっか、ニュースで見ててもおかしくないもんな。そうだな。そう、知らなかったから。かっこいいと思っちゃったわ。加賀やすげえな。加賀すごいよ。加賀すごいな。いやもう加谷もすごいよこれは。こうなったら加谷もすごいよ。確かにな。加谷もすごい。これ加谷もすごいわ。待てよ。加谷の方がすごいよ。加谷の方がすごいよ。カヤの方がすごい可能性ある。これカヤがすごい話。カヤか。カヤだこれは。カヤがドローン操ってたの。そうだな。カヤが操ってんだ全部。これカヤだ。加賀君はむしろ普通だったわ。関空の不審物ってカヤだったの。カヤだ多分。カヤだ。不審なカヤを発見したの。そうだね。むしろその電話してるのもカヤ君が声色変えてカヤだった。カヤだ。で電話を受けたその航空会社の人、僕、茅だ。茅なんだ。茅だ。2000配ってた人いたでしょ、お前。いた。よく見た、ちゃんと。え、顔は見てない。茅だ。2000配ってた茅だとしたら、2000受け取ったのはもしかして。茅だ。ちょっと加賀君のあの持った作り話にしたら俺たちの薄っぺらすぎるから、このかやだってやつさすがにひどすぎると思うよ。だからか、だから何そういろいろがあった。かやのすべてかやの責任でかや空が閉鎖されたの。かや空がな、だからだトレンド入ってたでしょ、かや空。かや空入ってた。そういうことだよ。だから結果トレンドにいなかったの、かや君の目的は。そういうことか。目立つというか有名になったよってことで。通りでね。すごいな。まあ1時間後には一応閉鎖解けて。あ、ちゃんとね。もうその残りの便無事ね。残りの茅もこうやって飛び立ったらしいけど、残りの茅もね。いろんな A26 とかついてる。そうそう。難便とかついてる茅がね。ああ、そっか。離陸する茅もいれば着陸する茅もいるしな。ああ、そうだな。空に旋回する茅もいるわけだ。旋回する茅もいるし。なるほどな。そう。すげえな。機内にはもちろん茅アテンダーとかいるからね。そうだね。そう、それはそう。乗るんだったら絶対いないとおかしいことになるもん。コックピットには茅と副茅がいるから。いやもちろんそれはそうよ、それはそうよ。だっていないと運転できないんだから。さすがだな。すごいよな、今考えるとさ。今考える、すごいことじゃん。そもそもあんなでっかいさ蚊帳の塊が空を飛ぶってさ、それはすごいことよ。すごいことですよ。すごいよ。もともと飛行機をだから蚊帳兄弟が作ったわけでしょ。蚊帳兄弟が一生懸命作ったっていうね、有名ですよね。失敗を経てね。そう、失敗を経て茅兄弟が作ったんだからね。それで結果今大きな茅になってるわけですからね。そう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 。ちょっと茅補給したところで。これ茅だったんです。はい。茅いろんなところにね、皆さんのそばにも茅はいます。茅はいます。はい。起きるんだろうな、誰のせいそれはあれだ。おこたのせい。チャンネル登録よろしく。